中国の習近平国家主席がロシアを訪問しプーチン大統領と会談しました折しも G7 議長国日本の岸田総理大臣がウクライナを訪問したタイミングと重なった今回の習主席の訪問中国とロシアの狙いは何かそして世界に与える影響について今夜は中国とロシアをそれぞれ担当する2人の解説員に聞きます まず中国担当の宮内敦史解説員です宮内さん、はい、今回の習近平国家主席のロシア訪問これはどのようなものだったんでしょうかはい。習主席はプーチン大統領の招きに応じて今日までロシアを訪れました両首脳の対面での会談はロシアによるウクライナの軍事侵攻が始まって以降初めてでした二日間にわたって行われた両首脳の会談ですが会談後の共同声明では 経済やエネルギー、科学技術など幅広い分野での協力の拡大を訴え緊密な関係を誇示しましたしかし、焦点のウクライナ情勢については先に中国が示した対話と停戦を呼びかける文書以上に踏み込んだ具体的な解決策は示されずまた、中国からロシアへの軍事支援についても言及はありませんでした続いてロシア担当の安間秀夫解説員です。 安間さんは今回のこの習近平国家主席とプーチン大統領との会談どのような印象を持たれましたか。はい。私はですね、あの中国とロシアの両首脳が共同声明で国連憲章や国際法の尊重これを謳ったことにあの着目しました。はい。今もまあロシアによるウクライナ侵攻が続いていまして、あの欧米や日本はですね。 国際法違反だと国連憲章違反だと厳しい非難を強めているんですけれども、うん、この中ロ両首脳がですねあのそれらに違反するものではないとウクライナ侵攻がですね違反するものではないという一方的な立場を示して正当化することを確認したものだと欧米や日本の認識とはですね大きな開きがあるというふうに改めて感じました、はい、では宮内さん、はい、今回の訪問習主席の狙いはどこにあったんでしょうか。はい 習主席は今月13日まで開かれた全人代全国人民代表大会で国家主席として再選されるなど3期目の新体制が本格始動したばかりでした、はい、ウクライナ侵攻開始以降中国は最大のライバルであるアメリカが NATO 加盟国や同盟国などと結束を固めるのを目の当たりにしてきたんですこうしした中習主席としては 新体制発足後初めてとなる外国訪問にロシアを選び連携を確認することでアメリカへの対立軸を打ち出すという狙いがありました、はい、今、中国が警戒を強めているのがアメリカのバイデン政権が中国との関係を民主主義と専制主義との戦いと位置づけて政治体制や価値観の違いまで言及していることです。 これは共産党政権にとっては体制の維持の観点から脅威にほかなりませんこのため国連安保理常任理事国のメンバーであるロシアと組むことで体制の維持に都合の良い国際秩序を作り出そうという狙いがあるとみられますしかしプーチン大統領に対しては ICC= 国際刑事裁判所から戦争犯罪の疑いで逮捕状が出せれる中 習主席のの今回の訪問には欧米などからも、えー、厳しいい見方が出ていますまた、えー、岸田総理大臣がウクライナとの連帯を示した日本とは対照的な動きとして国際社会からも受け止められているんです。うん、一方、安間さん、習主席を招いたプーチン大統領の狙い、これはどこにあったんでしょうか。 はい、あの厳しい視線が向けられていますので国際的に孤立してないと内外に印象付けることが最大の狙いだったと考えられます、はい、あのプーチン大統領は事前にです、ね、中国メディアに寄稿したんですけれどもその中であの、ま、中国の,あの孔子の言葉を引いてともあり遠方より来たるまた楽しからずやというふうふに言及しているんです。うん プーチン大統領にとってはですね、今回こそそのことを痛、ま、切、あ、に感じたことはないんではないでしょうかそれから一連の会談で私が注目したのはあ習主席がですね、20日の会談で、まあ、あの来年ですね、ロシアで大統領選挙が行われるとこのことにわざわざ触れて、はい、あのプーチン大統領のリーダーシップでこれまでロシアが発展したとこういうふうに言ってですね、ロシア国民がその成果を支持することを確信していると。 いうふうふに述べたんですね、はい、プーチン大統領、これまで立候補を表明してないんですけれどもあの習主席の発言はですねプーチン大統領の再選を期待しているかのような外国の首脳としてはまあ異例の発言といえますあの非常にまあ微妙な問題なんですけれども政治問題なんですけどプーチン大統領はですね体制を維持していく上で非常にまあ心強い言葉と受け止めたんだろうと思います。うん でプーチン大統領は中国との間です、ね、2000年に就任して以来あのソビエト時代は両国の関係武力衝突まで至ったんですけれども関係の正常化を模索して立て直しを図ってきたんですね、はい、であの国境問題があったんですけれどもそれを解決して、えーまあ、両国中ロ両国戦略的パートナーシップと呼ばれる関係を築いてきましたで今です、ね、両国の経済関係ウクライナ侵攻後一層深まっているんです 去年の貿易額はですね前の年と比べて30%増えました特にですねロシアから中国への輸出はですねあの欧米向けの石油ガスこれがまああの制裁で輸出できなくなりましたので代わりにですねあの中国に輸出して輸出全体は43%も増えているんですねであのロシアプーチン大統領は中国との貿易額2000億ドルの目標を掲げてきたんですけれども今年にもですねそれは前倒しで達成されるようと。 していますでただ、ですねまあ、こうした関係をまあ結んでいくんです強、強めていくんですけども、ロシアはですね中国から、です格、ね、下のジュニアパートナーと見られることを警戒してきました、はい、であの両国、中ロ両国はですねアメリカに対抗していく点では一致してるんですけれども、ロシアはですね人口と経済規模で、それぞれ中国のほぼ10分の1になります、ですから、飲み込まれてる乗り込まれてしまう恐れというのを常に感じてきたんです。 で中ロ両国の関係というのはあの、まあ、自国の利益のために互いに相手を利用し合うです、ね、え戦略的パートナーではあっても決してまあ同盟といえるものではなくて同省異をはらんでいいるものと言います、うん。宮内さん、はい、ウクライナ情勢をめぐって中国はどのように考えているんでか、はい。このウクライナ情勢をめぐって中国はあのロシア寄りとの見方が過度に強まることは避けたいというのも本音なんです。はい まあ軍事支援が明らかになれば欧米などによる制裁の対象となる恐れもありますし、まあ、ゼロコロナ政策で停滞した経済を立て直している中なんですが、まあ、国際社会で孤立してしまってはまあ元もともともないからなんですね。また、ロシアとウクライナとの和平にどの程度まで関与するのかというのもまだ未知数なんです。 あの先月、中国の立場として発表された文書があるんですが、まあ、一部ではこれについてロシ中国による和平案との受け止めもあるんですが、まあ、実際には一方的に軍事侵攻を始めたロシアへの批判を避けてロシア軍の撤退,に撤退についても触れないなど、まあ、中途半端なものでした。 中国はそのサウジアラビアとイランの関係正常化を仲介したことで、まあ、存在感を高めたんですが、まあ、ウクライナ情勢については和平の橋渡し役としては限界があるように見えます。まあ、つまり中長期的には アメリカとの対立を考える上でロシアとの連携は重要だとしかし短期的にはウクライナ情勢については自らの利益を損なわない程度に関わりつつ一定の存在感を示したい、まあ、これが今習主席が考えていることだと思います一方、安沼さんウクライナ側は今回の習主席のロシア訪問これをどう受け止めているんでしょうか。 はい、あの中国がですね、まあ、このウクライナ情勢この問題の解決にどこまで本気で関与するつもりがあるのかあの見極める姿勢だと思います、うん、あのゼレンスキー大統領はですね、まあ、中国が示したあの対話と停戦を呼びかける文書あの和平案と称するものなんですけれどもこれについてですねあの国際法の尊重や領土保全の原則で一致する考えがあると、まあ、ウクライナと まあ近いところもあるということで一定の評価を示していたんです、うん、でウクライナにとってもです、ね、中国は実は最大の貿易相手なんですね、はい、でこのほかにもさまざまな分野で関係を深めて無視できない大国というふうに告げてきましたゼレンスキー大統領はです、ね、習主席と会談することに前向きなんですけれども、うん、ただじゃあ実際にあの交渉を始めるということになりますとこのロシアに有利な停戦とこれはあの受け入れられるものではありません ですからあまり過大な期待は、抱いていないいいてななででははかと思いますではこの中国の動きがです、ね、実,際実際に事態の打開につながるかといいますと私はです、ね、かなり難しいと思いますウクライナがです、ね、ロシア軍の完全撤退を求めているのに対してロシアはです、ね、ウクライナの領土の併合を宣言するとと,ともにまだ軍事侵攻を続けています。 そうした中で習主席がですねウクライナにとってまだ誠実な仲介者というふうには受け止められてはいませんでどんな戦争であってもですねいずれは外交で解決させなければならないと思いますプーチン大統領がです、ね、耳を傾ける大国の指導者習主席がその筆頭だと思いますその習主席のですね影響力未知数なんですけれども この後行動ですね過大評価も過小評価もせず等身大で見ていく必要があると考えます最後に宮内さん、はい、中国の動向この後どう見ていけばいいでしょう、はい、あの今回の習主席のロシア訪問で世界の二極化は一層進んだと言えそうです。うん ウクライナ情勢のみならずえグローバル・サウスと呼ばれる新興国や途上国も取り込もうと、まあ、動きを活発化させる中国には、まあ、これからも世界の厳しい目が注がれることになります今夜は中国担当の宮内敦史解説委員そしてロシア担当の安間秀夫解説委員に聞きました。